です。シュウです。ユッキー。今日の動画は、ZOZO で買える 2023SS 新作セットアップ紹介。まあ、セットアップね、1個買っちゃえばすごい着回し楽ですからね。まあ、定番っぽいセットアップも紹介しつつ、ちょっと変わったトレンドにぶっ刺さるようなセットアップも紹介しますので、最後までぜひご覧ください。それでは続きいってみましょう。じゃーん、こちらでーす。はい、まず最初に紹介するアイテムはレジブルのアイテムです。シングルテーラードジャケット&イージースラックス、お値段7700円。サイズ展開が ML で L サイズを着用しています。カラー展開がブラック、ダークグレー、ベージュ、グリーン、その他でブラック、ベージュ、グリーンを着用しています。レジブルの定番のセットアップですよね、これ。以前も紹介しましたけど、その時に比べて生地感良くなりましたよ、ね。うん。前に比べてさ、生地に割と腰が出たよね。適度な光沢感が追加されて、うん、パンツのシルエットは太もも周りから裾にかけて若干のテーパー動画になってます。うん。ザ・セット。入門にすごくうってつけのアイテムですよね。今は3人とも L サイズを着てて、着丈が72センチあります。L サイズでいいと思う。俺はインナーにスウェット合わせてるんだけど、それでちょっとギリギリな感じあるんで、スウェット合わせたいよって人は、絶対 L 選んだ方がいいかなと思います。それでは次のアイテムいきましょう。せーの。じゃーん、こちらでーす。はい、続いてもレジブルのアイテムです。テックラインジレベスト&テックラインイージーワイドパンツ、お値段7700円。サイズ展開が ML で L サイズを着用しています。カラー展開がブラック、ベージュ。ものすごい個性派のセットアップが出てきましたけど、特徴はサイドにラインが入ってますね。ジレにライン入ってるの俺初めて見た。俺も初めて見た。で、素材感が独特だよね。ポンチ系の素材って感じです。うん、こっちすごいいいでしょ。うん、軽い、着てる感じがない。で、パンツはセンターシームが入ってますね。形が綺麗に保たれますよね、これで。綺麗めな印象を与えてくれますからね。腰周りにはドローコードがついてて調節できると商品説明の方に書いてあるので、ウエストの心配もそんなにいらないです。周りと差をつけるセットアップという感じですね。今2人とも L サイズを着てて、着丈が87センチ、結構長めにね、あるんですね。わざと長めに設定してあるっぽいですね。ちょっとモードっぽい雰囲気を漂わせるために。そういう意味では全然 L でもいいかなと思います。脇のところめちゃくちゃ空いてるわけでもないし、今インナーアーム太めのものが多いので、それを考えたら脇はこのぐらいの広さがいいなと思うので、まあ、170センチ前後の人でも L サイズでいいんじゃないかなって僕は思います。それでは次のアイテムいきましょう。せーの。じゃーん、こちらでーす。はい、続いてもレイジブルーのアイテムです。まずジャケットがジャガードライントラックジャケット、お値段7920円。サイズ展開が ML で L サイズを着用しています。カラー展開がグレーとブラック、そしてパンツの方がジャガードライントラックパンツ、お値段6930円。サイズ展開が ML で L サイズを着用しています。カラー展開がグレーブラック。ジャケットだけ買ってもいいし、パンツだけでも買えると。トラックジャケットはね、去年ぐらいからじわじわこう着てるアイテムですからね。ラインじゃなくてこうジャガードになってるから、ちょっと上品な感じのね、うん。パンツのシルエットはワイドストレートですね。これもセンターシームが入っているので、綺麗めな印象を与えられます。ゆったりとしてるシルエットだから、ジャージ素材と相まってドレープ感みたいなのが出てるのが綺麗に見える秘訣でもあると思います。でパンツにはドローコードがついてるので、これもウエスト心配することはありません。2人とも L サイズを着てて、着丈が70センチあります。裾ね、絞られてるんですよね、これね。お尻の中間ぐらいに俺着てるんだよね、うん。袖のところもね、絞られてるから、そんなに大きく感じないんだよね。うん、わかるわかる、うん。これも全然170センチ前後 L でいい気がする。着方によるかなと思う、うん、俺は。ゆったりとこうスッと着たいときは L サイズ。で、まあそうじゃないときは普通に M サイズ。着るのが失敗しない選び方だと思います。それでは次のアイテムいきましょう。せーの。じゃーん、こちらでーす。今僕たち2ブランド着ています。まず最初、ユッキーのアイテムがウィゴーのものですね。スーパーヘビーウェイトプルオーバーパーカー、お値段6599円。サイズ展開が ML で M サイズを着用しています。カラー展開がブラック。続いてパンツがスーパーヘビーウェイトイージーパンツ、お値段5499円。サイズ展開が ML で M サイズを着用しています。カラー展開がブラック。スウェットのセットアップですね。まあ、その裏肝じゃないパーカーとスウェットパンツのセットアップなんですけど、結構ね、重さがあります。しっかりスーパーヘビーウェイトって言ったっけ。確かにスーパーヘビーウェイトだわ。こうフードの重みをすごい感じるんだよ。ほんとだ、すごいよ。持ってみ。ガチやばっ。これ、ウィゴーって言われなかったら気づかんもん。めちゃくちゃがっしりしてる。スウェットパンツは結構ジョガータイプなものが多いんですけど、絞りがないタイプのスウェットパンツになってます。こっちの方が割とコーデに落とし込みやすいのかなと思います。M サイズを着てて、着丈が 69.2 センチなんですけども、僕が買うんだったら、パンツは M サイズで、上は L サイズを買った方がちょっとバランスは取れるかなと思います。
パーカーはジャストサイズなので、うん、上はちょっと大きくしてって感じに着てあげた方が、まあ、このセットアップの良さは出るのかなと思いました。僕としんやちゃんが着てるのがエプノックのアイテムです。まあ、しんやちゃんのジャケットがダブルテイラードデニムブルゾン、お値段9900円、サイズ展開が SML で L サイズを着用しています。カラー展開がインディゴブルー、ブラック、ブラウンでブラウンを着用しています。続いて僕が着てるアイテムがノーカラーデニムジレベスト、お値段6600円で、サイズ展開が SML で M サイズを着用しています。カラー展開がインディゴブルー、ブラック、ブラウンでブラックを着用しています。で、続いて僕たちが履いているパンツがロールアップデニムバギーパンツ、お値段5940円、サイズ展開が SML でブラックの方が M サイズでブラウンの方が L サイズを着用しています。カラー展開がインディゴブルー、ブラック、ブラウンでブラックとブラウンを着用しています。エプノックの定番のセットアップの、まあ、デニムバージョン、選べるセットアップのタイプですね。上がジャケットタイプとジレで選べるっていう感じですね。で、パンツは流行りのバギーパンツです、うん、しかもこれ3ピースでも使えますからね。あらかじめロールアップしてあるディティールになってますね。これ結構多いよね最近。ブラウンのデニムって結構珍しいんじゃない？思ったね。可愛いよね、うん、ブラウン。古着っぽいコーデとかにも使えると思うし、うん、差別化間違いなしだね。ジレの方はノーカラーのジレになる今、ジャケットが L サイズを着てて着丈が 72cm、 ジレが M サイズを着てて着丈が 69cm あります。 170cm 前後だったら M サイズが失敗しないサイズだと思います。 L サイズだと着られちゃう人が多いと思います。ジレも全然 M で大丈夫です。それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。はい、続いてはエマクローズのアイテムです。オーバーサイズデニムジャケット&ワイドストレートデニムパンツ、お値段13200円、サイズ展開が ML でグレー M サイズ着用でインディゴブルーが L サイズを着用しています。カラー展開がインディゴブルー、アイボリー、ブラック、グレーでインディゴブルーとグレーを着用しています。デニムジャケットの方のディティールちゃんとしてんね。ね、ちゃんとしてる。この辺とかね。あ、ちょっと大きいですね。横から手が入れられるぐらいには本当ディティールがいろいろこだわられてるってことですよね。みんなが想像するデニムのセットアップってこういう感じなんじゃないかなと思う。パンツもね、俺は L サイズ着てるんだけど太めですね。俺は結構こういうシルエットの方が好きだね。グレーのカラーの方は、まあ、本当古着コーデとかに使いやすいんじゃないかなって思います。ヴィンテージ風な感じですよね。僕が M サイズを着てて着丈が 71cm、 ユッキーが L サイズを着てて着丈が 73cm あります。パンツの太さと着丈の長さを考えても俺は M サイズの方が俺の着たい着方ができるなと思った。カジュアルになりすぎない着方ができるなと思いました。逆にカジュアルに振り切りたいなっていう人は L でがっつりこう溜めてパンツは履いてあげて上もオーバーに着てパーカーとか合わせれるようなゆとりを持たせてあげるのもまあありなんじゃないかなと思います。それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。はい、続いてもエマクローズのアイテムです。で、今着てるジャケットが TR アヤストレッチオーバーサイズピークドラペル金ボタンダブルジャケットブレザー、お値段7700円、サイズ展開が ML でベージュ系が M サイズを着用でダークネイビーとブラックが L サイズを着用しています。カラー展開がダークネイビー、ブラック、ベージュ系で、そして今履いてるパンツが TR アヤストレッチタックワイドストレートスラックスパンツ、お値段5940円、サイズ展開が ML で M サイズを着用しています。カラー展開がダークネイビー、ブラック、ベージュ系、めっちゃ好きです。素材感がね、張りツヤのある感じですよね、うん、で、あと俺パンツのディティールが好きかもな、うん、あらかじめロールアップしてやるようなディティールとバギーパンツっぽい感じ、うん、今年結構こういうパンツ多いなって思う、うん、俺の好きなドメブラでもこういうアイテムあったの。こう本当にトレンドに沿って作られてる感じが伝わってきます。個人的な印象だけど、あらかじめロールアップされてて引きずりそうなパンツ履いてる人ってみんなおしゃれに見える。ボタンのヴィンテージっぽくなってるような加工とか、裏にも留めるボタンがある、細かいところもしっかりとこだわって作られてるなと思いました。足長く見えるよな。僕がジャケット M サイズを着用してて着丈が77、2人がジャケット L サイズを着てて着丈が79あります。俺 M でもいいかな。華奢な人だと M でも着られる恐れはある気がする。そうね、パンツもなかなかに、俺ヒール履いてギリギリだから。パンツはもう絶対俺らの身長だったら M サイズだなってのと、まあ、ジャケットに関しては IB スタイルとかがしたいんだったらちょっと大きくてもいいけど、全然 M サイズでもゆったり着れると思うので、まあ俺らの身長だったらもう上下 M でいいんじゃないかなと思います、うん、それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらでーす。続いてはジュネットのアイテムです。まず両端の2人が上に着てるのがライトドレスダブルデザインシャツ、お値段6600円、サイズ展開が SML で L サイズを着用しています。
カラー展開がブラック、スミクロ、ベージュ系その他に、スミクロとベージュ系その他にを着用しています。で、今僕が上に着てるのがライトドレスベルテッドベスト、お値段8800円、サイズ展開が SML で L サイズを着用しています。カラー展開がブラック、スミクロ、ベージュ系その他にでブラックを着用しています。で、3人が履いているパンツがライトドレスワイドストレートパンツ、お値段6600円、サイズ展開が SML で L サイズを着用しています。カラー展開がブラック、スミクロ、ベージュ系その他に。これめちゃくちゃドレープ感あるね。フリアパンツかと思ったの最初。なんか中性的で可愛いデザインしない？俺のさ着てるこの色さ、女の子めっちゃ着てるイメージ。あー分かる、あー分かる。ベルテッドのジレとダブルのシャツから選べるようなデザインで、パンツがこのストレートの他にフレアパンツもあるっていう、選べるセットアップですね。最近ジュレットではもう定番になってきましたね。ダブルっぽいジャケットでなおかつ半袖ってさ、メンズで今までなかったんじゃない？はいはい、うん、初めて見た、うん、新鮮ですから、うん、カジュアルとドレスの塩梅をついてるんじゃないかなと思います。ジレの方は脇にスリットが入っててレイヤードが映えるデザインになってますね。ベルテッドの方もね、これは流行ってますからね、トレンド乗っかりたい方はぜひチェックしてみてください。シャツの方が L サイズを着てて着丈が75センチです。で、僕が着ているジレ L サイズで着丈が76センチ。俺は上下で S でいいかなと思います。まあ俺もだね。ドレープ効いてる分多分着丈も長く感じるんだよ、うんうんうん、で袖とかもう七分袖ぐらいあるから、うん、僕たちの身長ぐらいだったら S サイズでいいのかなと思います。それでは次のアイテムいきましょう。せーの、じゃーん、こちらです。はい、続いてはジュンレッドのアイテムです。2人が着ているアイテムが、上がルーズデニムブルゾン、お値段8250円、サイズ展開が ML、LL で L サイズを着用しています。カラー展開がブルー系その他とオフホワイトで、パンツの方がデニムワイドパンツ、お値段5500円、サイズ展開が MLLL で L サイズを着用しています。カラー展開がブルー系その他オフホワイトです。ブルゾンの方は割とパッと羽織れるような素材感のブルゾンで、春とか秋に使いやすいような生地感になってます。裏地がついてない分、秋春に羽織りやすいような素材感です。初夏ぐらいまでは着れるような素材感だと思います。ブルーのカラーリングはもう定番で使いやすいと思うし、でも今年春らしい色が欲しいんだったら、こっちのきなりの色とかはものすごく春っぽく着れると思います。パンツのシルエットはかなり太めのワイドストレートって感じなので、今流行りのバギーパンツに近いような感じですね、うん、ドローコードついてるんで、まあ、ベルトとか普段あんましたくないよっていう人にもぴったりなパンツになってます。今僕たち2人が L サイズを着てて、着丈が74センチあるんですけど、74、それ以上の大きさを感じるので、オンラインで購入する際はそこら辺も注意して買った方がいいかもしれません。こちらアウトレット限定のアイテムになっておりますので、そこら辺も注意してください。で、続いて僕が着ているアイテムが、まず上がヴィンテージデニムルーズスタジャン、お値段13200円、サイズ展開が SML で L サイズを着用しています。カラー展開がブラック、サックスブルーでブラックを着用しています。パンツの方がヴィンテージデニムスーパーフレアパンツ、お値段6600円、サイズ展開が SML で L サイズを着用しています。カラー展開がブラック系その他、ブラック、ネイビーでブラック系その他を着用しています。これスタジャンとセットアップになるんですか？そうなんです。すごいね。裏地がついてない分、秋春に羽織りやすいようなスタジャンです。ワンウォッシュ系のブラックでスタジャンっていうのがちょっと珍しいなって思いましたね、うん、アームの部分はレザーになってる感じですね。こんな太いフレアパンツは初めて履きました。裾のところとかさ、フリンジが入っててさ、古着っぽい感じ、ほんとヴィンテージっぽい感じのアイテムにしてるんだなってのが分かるよね。ブラック系その他っていう色だけフリンジ入ってます。オーバーに履いてちょっと引きずったとしても、逆にそれが味になっていいかもね、うん、はい。僕がこちら L サイズを着用していて、着丈が75センチ。全然 M でいい、 M でいいです。なんなら深夜ちゃんぐらい華奢だったら S で大丈夫です。170センチ前後だったら両方 S でも全然ゆったり着れると思いますよ、うん、はい。というわけで今日は外で買える 2023SS 新作セットアップ紹介でした。いかがだったでしょう。エンディングを別日に撮ってるんですがちょっと撮り忘れちゃいまして、ちょっと写真出しながらお気に入りのセットアップを紹介していくんですけども、じゃあまずユキ。僕はジュンレッドの今まで見たことないスタジャンがセットアップになるやつですね。あれがすごい良かった、うん、各々では使えるけどセットで使うと結構難易度は高いと思うんだけど、あれを着こなした時のおしゃれさは多分一番あるんじゃないかなと思って、あれを選びました。
続いて僕なんですけど、純レッドのこちらジレットパンツのセットアップですね。春らしい素材感、ほんとテロってした感じと、あとパンツの種類が選べるっていう点も結構好きで、フレアパンツとも組み合わせることができるので、僕は履くならフレアかなと思ったので、ちょっと珍しいような色も出てて、そっちも挑戦できたらなと思ってこれを選びました。僕もね、純レッドあ、そっちなんですか。純レッドのダブルデザインのシャツ、あ、はい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 、その半袖ぐらいの、はい、五分袖ぐらいのやつ。そうそうそう、今回出てきたセットアップのブラウンの中で一番春に使いやすい色だなって思って、まずあいいなって思ったのと、であと俺はやっぱりあのドレープ感の効いてる素材がすごく好きなので、すごく綺麗にシルエットが出てるなと思ったので、これだなと思いました。今日紹介したセットアップ、すべて概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。というわけで、このチャンネルではトレンドやおすすめのアイテムなどを紹介していきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。僕たちの SNS 概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ガチャセットアップでいってらっしゃい。バチラ巡る